さあ、それではドラゴンクエストビルダーズ2の続きやっていきます。というわけで破壊天体指導にやってきましたが、さあ仲間になってくれたメタッツ、そしてキラー G とグレムリンのグリムはそこか、うん、で骸骨剣士のキッシムは途中で奈落の中へと落ちていってしまいましたけど、さてさてこれからどうなる。キッシムキッシムなんてことだ。ここがハーゴン教会、こんなにボロボロの場所が、まさかここもあの腕に。ビビビ、あそこに誰かおるようじゃ。とにかく話を聞いてみるぞい。うん、神はなぜあのようなものを。うん、おいらキッシムの死を無駄にはしないぞ。うん、おう、誰じゃ私の祈りを邪魔する者は。私を邪神官地獄と知ってのことか。いえ、うん、何では覚えておけ。私はこの地の三神官の一人、地獄である。三神官、あと二人いる。してそのほうら、私何の用だ。助けてもらいたいんです。どこもかしこも破壊されて、もう逃げる場所なくて。お主、おかしなことを言う。どうして助ける必要がある。この破壊こそ救済ではないか。ついに我らが待ちに待った滅びの日が来たのだ。世界のすべては今滅ぶ。このハーゴン教会ですら破壊神様が壊してくださった。そんな、すべてが滅びるなんて話が違うよ。話が違う。じゃあどういう教育受けてきたの。いつか復活する破壊神様が古くて汚い世界を壊してくれる、そうは聞いてたけど。だからこそ全ては滅ぶのだ。我らとて例外ではない。なんだって。どうあがいてもこの世界はおしまいってわけか。そんなことはない。僕たちには隣にがビルダーがいる。必ず何とかしてくれるよ。何、ビルダーだと。この人間が。おう、ビルダーなど破壊神様の敵。この私が粛清してやろう。やめてよ。トラニは僕たちの命の恩人なんだ。トラニ、近くに何かないか探してみよう。僕このまま滅びるなんて嫌だ。なるほど。神官クラスは分かってたけど、なんかこう下々の者たちは自分自身もいなくなってしまうとは思ってなかったのかな。わしの思った通り、ついに滅びの日が来てしまったのじゃな。どうあがいてもこの世界はおしまいってわけだ。さすがに諦めた方がいいのかもな。使えるものを探してみよう。ふむ。お、クエストナビによると、おなるほど、いかにもなんかハーゴン教会って感じ。なるほどね。今のうちにもらっておこうかな。どうせいつか破壊されてしまうんだ。この私が破壊と再生を担ってやろうではないか。これには地獄をにっこり。でも思ったよりかはなんか初めてゲットするやつがないな。どうだ、出入りしやすくなっただろう。まさしく破壊こそ正しい。これも気になるな。足元から崩しちゃえ。ただの白い岩。ふむ。あん、なんじゃこりゃ。よく見たら作業台のようだな。まああっちの方はともかく。あ、これは何、なんだか薄汚い台だけど。その不思議な台はずっとこの地にあったものだ。
破壊神様が現れた時、真っ先に壊されるかと思ったが、破壊神様の腕は何かに迷い壊すのをやめられたようだった。私の勘違いかもしれぬがな。あれ、台の横に何か立てかけてあるよ。ちょうどジコック様がね、邪魔なとこに入っちゃって見づらいんだけど、このコンボらしきものは。ちょっと失礼。お前じゃない。作る、調べる。隣に何なのその耳っちい棒は。これはこのコンボを素材から作ったってわけだ。お前なかなかやるじゃないか。ありがとな、ビルダー見習い。このコンボを気に入ったぜ。お、新しい武器を作ってくれたのか。ははは、悪くない。お、だがお前が最初にくれたこのコンボはこのままもらっておくぜ。俺はこいつが気に入ってるんだ。お前が初めて作ってくれた武器だしな。あの時の会話が。どうしたの、トラニー。その小汚いコンボに何かあるの。どうせなら手に取ってみたら。おお。何かの貴重なアイテムかもしれん。え、そのコンボ君が友達に作ってあげたものなのかい。友達だと、どういうことだ。何、自分は友達を探しにここに来た。指導の居場所を知らないかだと。貴様、なぜ指導様の名を知っている。指導、一体何のこと。教団でも最高位の神官しか知らぬ破壊神様のお名前だ。このような人間が知っているとは。貴様、まさか破壊神様が自分の友達などと世まい事を抜かすのではあるまいな。ここに選択肢はい、いいがないんだ。ありそうなのにな。しかもみんなスーンとなって帰ってくんだ。どうしたあ、一応ニューだった、ステンドグラス。指導のコンボ、指導のために作った使い古されたコンボ。なるほど。説明もちょっと変わってるのかな。使い古されたのかちょっと分からんけど。これで何か作れる、そういうことですね。あ、違う。邪教の作業台、創造と破壊を繰り返すための作業台。ちょっとした道具を作ることができる。鉄のインゴット、シドニウム。ふむ、松明。こっちか。ねえねえ、トラニーの友達って本当に破壊神様のことなの。指導は確かに友達だけど、破壊神っていうほどじゃなかったよ。それじゃあ嘘ってこと。君が何を言ってるのかわからないな。ねえねえ、いやだからちげえって。話が噛み合わないからしょうがない。無理やりにでも入って言います。まさか破壊神様と人間の君が。け、目立つ。そんなわけねえじゃねえか。トラニー、こんな時に冗談はよせよ。キッシムを死んで当てにしてたハーゴン教会もこのざまだ。俗に言うお先真っ暗ってやつだぜ。トラニー、僕は君のこと信じるよ。そのへの字の口は嘘をついている口じゃない。への字、キュッと。ねえトラニー、ビルダーの君がいて作業台もあるんだ。みんながやる気が出そうなもの作れない。お、しかしここには素材になりそうなものなどありはせぬぞい。おお、素材ならこれを使ってよ。メタッツが自分の体をプチッとか言って。
違う、油か、お前の中から出てきた油か。それ僕の油だよ。何かの役に立たないかな。実際目立つ。目立つ、お主そこまでして。キラー G はもうちょっと油さした方がいいと思います。お、うぬ、では近くの消えた明かりに火をつけてはどうじゃ。そうすれば皆の気分も少しは明るくなろう。それじゃあトラニー、作業台で松明を作って近くの消えた明かり4つに火をつけて。ほう、まさか本当に松明を作ることになるとは。ふむ、メタッツの油、ああ、青い。そこに焚き火あったじゃん、あれ使えばよかったじゃん。なんか向こう側にもなんか見えません？いや、さっきも気になってたけど。風のマントらしきものがないといけないな。なんでなくなっちゃったんだろう。わわわ、消えた明かりに火をつけてくれたんだね。あれれあれれって、なんじゃこりゃ。すごいや、教会の周りが明るくなった。なんて不思議な火なんだろう。どうだい、明るくなったろう。うむ、けしからん、けしからんぞ。ビルダーが青白き魔物の火を灯すとは、なんともけしからん。やはりビルダーなど、滅びの火の前に私が消してくれよう。お、けけけ、ちょっと待ちな。やるじゃねえか、トラニー。明かりを見てたら、お先真っ暗ってわけでもねえ気がしてきたぜ。なるほど。おのれ、貴様まで。破壊神様の罰が当たっても知らぬからな。お、あ、何？ビルダーハート。わーい。うん。まさかの。魔物たちの心も癒していく。待って。トラニー、明かりをつけてくれてありがとう。なんだか少し安心できたよ。あー、なんだかオイラ、お前が破壊神様と友達ってのも嘘じゃない気すらしてきたぞ。トラニオ、友達探しももちろん大事じゃが、ビルダーであるお主の力を借りたい。この地に光を灯したお主なら必ずできよう。ほう、もうノリがさ、オッカムル島とかああいう違う島に来たような感じだね。邪教の松明。うん、何？破壊神様の復活により滅びの日は近い。しかしわしは死にたくない。まさかの。そこでじゃ、滅びの日が来ても生き残れるようにこの地にシェルターを作ってくれぬか。なんだって？頑丈なシェルターがあれば滅びの日が来ても生き延びられるじゃろう。どうかわしらを救ってくれ。なるほど。何？友達を助けたいからそんな暇はない。じゃと？おのれ、正直なやつめ。じゃがシェルター作りはお主にとっても決して無駄ではない。この地には滅びを待つ哀れな魔物たちがいる。シェルターにその者たちを集めるのじゃ。そうすれば各地にいる魔物たちから友達の情報も集められるじゃろう。なるほど、さすがキラージー、老快な。ケケケジーさん、まあ言いたいことはわかるが、ちょいと強引じゃねえか。お、そうだ、そもそも敵であるビルダーに救済を頼むとは、お前の頭脳は壊れておる。
うるさい。わしは死を目前にして何もしないではいられないのじゃ。頼む、ご少女トラリー、この地に魔物たちを救うシェルターを作ってはくれぬか。いいえ。ガガガガ、音声聞き取り機能に不具合あり、もう一度同じ質問をしてください。イカ役、お前都合のいい時だけアプリケーションがおかしくなるな。おお、よくぞ申してくれた。お主なんというお人よしじゃろうか。ではトラに早速魔物たちを乗せるシェルターをどうにかしてくれ。あそこもうだいぶ壊しちゃいましたけど、これシェルターの設計図、あーしまった、ずいぶん破壊しちゃったな。みんな手伝ってくれるかな。ほぼほぼゼロっすね。はい、ビビビ、これはまさか設計図というものか。この図をもとにシェルターを作るのじゃな。すごいや、ハーゴン教会を改造してそのままシェルターにするんだね。いやいやいや、シェルター的意味合いだったらなんかあのキラー G がいたところの方がまだマシじゃね。うぐぐ、神聖なハーゴン教会にこのようなことを。神聖なんだ。設計図が描けたのはいいけど、どうやって完成させるの？ここには素材になるようなものは何もないんだよ。いくらメタッツが自分の油を絞ろうがブロックは作れまいしの。なるほど。チェ、とりあえず古いやつはもう全部壊しちゃうぜ。ちゃんとあの収納箱がないとみんな手伝ってくれないしな。自分で置くのかな。これ特にな、ごめんな。さっきはおのれビルダーめ、ハーゴン教会をこのようにしておきながらなおも私に話しかけてくるとは。けけけ、そうだった。えらい、神官の地獄様なら素材を集める方法を知ってんじゃねえか。えらい神官なんだしよ。なあ、ふざけたことを申すな。たとえ知っていたとしても簡単に教えられるか。おいおい、メタッツは自分の油まで絞って協力してんだぜ。えらい神官のくせにそれでいいのかよ。それに良いのですかな。トラには破壊神様と友達なのですぞ。雑な扱いをしては神罰が。さすが老怪なキラージ。うぐぬ、破壊神様の友、私は分かった、協力しよう。まさかの。ここから南西に行くと破壊神様の抜け殻がある。え、抜け殻。その地で引き裂く小爪5個に大いなる鱗、そして突き刺す大角を3つ集めてくるがよい。これらのものを集めてきたら素材を生み出す方法を教えてやろう。トラニー、これからは僕を君のお供にして。僕、君のものづくりに興味があるんだ。さあ、まずは破壊神様の抜け殻まで行って素材を集めよう。なるほど。じゃあ行くか。ワープできるのかな。あ、ワープ機能ない。導きの弾がないからか。ゲゲ、球体だ。あそこは通り抜けられないね。他に道はあるかな。なるほど、遠回りしていこうか。敵か、あれ。おお、ご勘弁を。
また渦だ。あんな大きな渦に吸い込まれたらひとたまりもなさそうだよね。周りの地形をよく耐えてるな。ん？あっちには近づかないようにしておこう。わかりやすい。お？少し開けたところに出たね。地獄さんが言っていたのはここかな。あれ？あそこ。鱗や角っぽいのがあるけど、破壊神様の抜け殻ってあれのことかな。鱗はまるでブロックみたいになってるね。爪は上にはなかったけど、きっとこの近くの地面にある。ん？なるほど。とにかく爪と鱗と角をハンマーで壊して集めてみようよ。わ、敵敵敵敵が結構いる。わわわ、で敵だ。ちょ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 、なんか怪しげなものないかな。ん？おお、怖っ。なるほど。あの赤い左下のところから登れるのかな。地道に段差を登っていくしかなさそうだな。ここすごいなんか綺麗になってるけど。あ、今腕がぶっ壊したところ。あ、なんかもう見てはいけないものを今見てる気がするわ。やるじゃん、目立つ。プルプルプル、お、プルプルプル、もう世界はおしまいなんだ。せめてみんなで終わりを迎えよう。うん、なるほど。手先、この抜け殻全体が腕なのだとしたら。ほう、賢い。君たちは何なんだろう。あ、シェルターに呼ぶための人たちか。なるほどなるほど。じゃあまあ覚えておいて損はない。黒くなっちゃったのはもうあれかい。もう滅びを受け入れて諦めちゃったやつらかい。うん、お、いかにも何かありげなこの左上の部分。しかしここは一つ諦めて普通にやろうではないか。お、これかな。爪、もういらないけど。お、なんだって。邪教の壁、ハーゴン城に使われる不気味な壁。邪教の床。ふむ、なるほど。鱗を結構集めておいた方がいいのかな。あと意外と登りづらい。硬え。出た、でっかいトゲ。ちょ、邪魔これ。こいつか。お、破壊神の角。あと一本。よし、これで全部集まったみたいだね。ここではワープもできないし空も飛べないから、教会まで歩いて戻ろう。風すらないのかな。おーっと、うわー、なるほどね。わっ、いって40ダメージは久しぶりにちょっといって。これは何じゃ。ん？
あー、ちっぽく見立てたやつ。帰りましょう。ニガキノコって単体でなんかできたっけ。あ、料理で追加できるかもな。持って帰ろう。わ、なんだなんだなんだ、こ、急に怖いぞ。ふふ、やるではないか。どうした、その絵欲しかったか。うむ、ビルダーめ、破壊神様の抜け殻を手に入れてきたのだな。この地で暴れておるのはおそらく破壊神様の腕、力が安定せず暴走しておるようだがな。そして貴様が持ってきたのは破壊神様がさらなる力をつけるべく自ら打ち砕いたお体の一部分なんだって。ひょっとしてその抜け殻を使って物を作るの。でもどうやって。あ、破壊神様の抜け殻を触媒にすればものづくりの素材を生み出せるかもしれぬ。しかしそのためには禁断の魔力を扱う作業台が必要だ。トラニとやら貴様に作れるか。ぬ、できちゃん、お前すごいな。イエーイ、禁断の錬成台、禁断の錬成を行うための装置、破壊神の抜け殻を素材に変えることができる。うぐぬ、禁断の錬成台を思いついてしまったか、おのれビルダーめ。ではトラニー、まずはその錬成台を作るがよい。そして手に入れてきた小爪、鱗、大角を入れるのだ。しばらく待てばそれらはすべて素材に生まれ変わろう。さあ錬成台に抜け殻を入れ、生まれたものをこの私に見せてくれ。地獄さんもなかなかちょっと楽しみにしてる。素材を手に入れるには、この地には素材がほとんどない、引き裂く小爪などのアイテムを禁断の錬成台に入れて素材となる別のアイテムに変化させよう。ほう、錬成せよ。はーい、まずは禁断の錬成台、鱗と小爪と骨。はい、よし。壁、あ、アイアンの壁がこんなに必要だと。シェルターだからか。そして邪教の壁は破壊の砂、まさか砂。邪教の床もそう。うん、鉄のインゴットになってくれるのかな。とりあえず、あ、別に遠いところに置く必要はないな。じゃあこの辺りに。あ、入れる、直で。爪、大角、一応骨も、よくわかんない花、あとなんだっけ、鱗でいいや。あ、はい、ほい、入んない。取り出す。あ、違う違う、1個だけでやっちゃった。なんだこれ。おお、だって何、シドニウム、マシンの壁、少し不思議な金属製の壁、色を変えられる。マシンの角壁、魔物の扉、鉄のラウンドコーナー、六角ボルト、壁などが外れないように固定するためのボルト。ほほう、ほい、ほう、一個一個、ふふ、素晴らしい。おお、
禁断の錬成台に入れた破壊神様の抜け殻が素材として生まれ変わったようだな。破壊神様の体を触媒に物を作り出すための素材を得るとは、なんと罰当たりなことか。いやはり許せん、ビルダーなど私が消してやる。クックックなんちゃって。あ、この地では禁断の錬成台に破壊神様のお体の一部を入れることで物作りの素材を生み出していくが良い。どういうことだ。どの部位から何が生まれるかはその時々で違うであろう。欲しい素材が出るまで錬成を続けるのだぞ。お、トラニー、素材の手入れ方が分かったんだ。これでどんどん物を作れるね。けけけ、どうやら偉い神官様も協力してくれる気になったみてえだな。そういうのではない、私はただ興味深いと思っただけだ。破壊神様のお体からものづくりの素材を作るなど恐ろしくも面白い。ほっほっほ、ではトラに抜け殻を禁断の錬成台で素材に変え建材を作るのじゃ。建材を作れればシェルターも完成させられるね。けっけけ、さすがにオイラたち魔物が建築にまで手を染めるわけにはいかねえ。悪いがここはお前に任せるぜ。くそ、さっき破壊しなければ。しかし破壊と再生こそが、破壊と再生こそがなんだ、ビルダーだ。結構長いな、もう一個作ろう。どこかの馬の骨があるしな。よし、一種の釜だなこれはな。ほい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 、10個ぐらい。あれ、あ、じゃあこれでどこぞの馬の骨お預かりいたす。お、なるほど、鉄のインゴット。ほい、じゃあもう一個作って。よし、ん、はい、よし、こんな感じかな。何が出るかお楽しみと。うん、さらに追加でってわけにいかないか、しょうがない。じゃあ素材取ってくるか。やっぱり素材必要なんだな。帰ってくる頃には多分なんとかなってるでしょ。あ、なんじゃ、気づかなかったな。うほほほ、ついに世界が滅びる日が来たうほ。おで、ここで静かに潮待つうほ。すごい、しっかりとしとるな。おとなしく死を受け入れる魔物もいるんだね。他には、うん、まあああいうね、死を受け入れてるやつらもシェルターができるとなるとまたちょっと話が変わってくるのかも。よーし、お、できてるね。鉄のインゴット、うん、新しいのはなかったな。よし、で、あー、そっか、素材を作んないといけないのか。 OK、 さあ他には、魔物の扉、シドニウムと骨。うん、こんな感じかな。お、六角ボルト、うん、なんか必要になりそうな気はするけど今はいらないのかなと。うん、料理か、料理も大事だが、邪教の作業台1個作っちゃおうかな。
よし。お、受け取る。オッケー。さあ素材もゲットできたし、これでシェルターの建築ができるはず。で一応もう一回素材は作っておいて、あれ、あ、全部入れちゃったんだっけ。そっか、じゃあコツメだけだ。はい、よし。あ、お腹空いてきたな。というか時間的にもちょうどいいぐらいかな。じゃあ今回はこの辺で一旦休憩するか。うめーって言いたいとこだけど、どうなんだこれ、入れられない。鶴とキノコ、まず鶴。はい、苦がキノコはいけないか、しょうがない。はーい、じゃあ地道に料理も作りながら、まあ今回はこんな感じで一旦休憩しておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。